アックの69が平野仕様、神宮寺裕太、リンハタとの豪華ショットを公開、ヒッツホップフェスティバル、ザ・ホップの舞台裏、ヒッツホップアーティストのアックの69、45が、11日に自身のインスタグラムを更新し、元キングプリンスへのメンバーである平野仕様と神宮寺裕太、世界的なダンサーであるリンハタトップの豪華なショットを公開しました。 この瞬間は多くのファンにとって贅沢で感動的なものであり、SNS 上で大きな注目を浴びています。9月23日、東京で開催されたヒッツホップフェスティバル、ザ・ホップの楽屋裏で撮られた写真は、アックの69と彼の仲間たちが楽しいひとときを共有している様子を捉えています。 写真には4人の笑顔が輝き、その結びつきはまさに音楽界での友情と協力の証と言えるでしょう。アックの69はこのショットに対してザ・ホブプへの楽屋裏には名古屋の後輩も来てくれとったよ。いえちゃんありがとう。とコメントしました。このコメントからはアーティスト同士の交流とお互いへの感謝の気持ちが伺えます。 また、彼はこの投稿に、大スター、ボイカイオ、M ステブリ、といったハッシュタグを追加して、その瞬間の重要性と盛り上がりを強調しました。SNS 上では、アックの69のこの投稿に対するファンからの熱烈なコメントが相次いでいます。その中には、熱すぎる。 メンバーが豪華すぎます。豪華4ショット素敵すぎです。贅沢なショットといった絶賛の声がたくさん寄せられています。これらのコメントはファンがこの特別な瞬間を共有し、アーティストたちと一緒に喜びを分かち合っていることを示しています。このショットの背後にあるストーリーやアーティストたちの関係性について探ってみましょう。 平野紫耀とジングージーータキングプリンスコーンの仲間。平野紫耀とジングージーは元キングプリンスへのメンバーとしてジャニーズ事務所に所属していたことで知られています。彼らは日本国内外で高い人気を誇り、音楽、ドラマ、バラエティ番組など様々なメディアで活躍してきました。キングプリンスを グループとしての活動だけでなく、個々のメンバーとしても成功を収めており、彼らのファンからの熱い支持を受けています。アックの69と平野紫耀、神宮寺雄太との交流は、音楽界の枠を超えた友情を証明しています。このショットを通じて、彼らは音楽プロジェクトやパフォーマンスにおいて協力し、ファンに新たな驚きと楽しみを提供しています。 リーハタ、ダンス界のスター。リーハタを世界的に有名なダンサーであり、そのダンスの才能は世界中で高く評価されています。彼女は多くの国際的なダンスバトルに参加し、その圧倒的なスキルと情熱的なパフォーマンスで観客を魅了してきました。 リーハタへの存在は、ダンスの力が国境を越えて人々を結びつけることができることを示す素晴らしい例です。アックの69とリーハタへの共演は、異なる芸術分野のアーティスト同士がクリエイティブな協力を果たす例の一つです。音楽とダンスは密接に結びついており、アーティスト同士の連携によって、新たな表現の可能性が広がります。 ザホップ、ヒックスホップフェスティバル。9月23日に東京で開催されたザホップはヒックホップファンにとって楽しみなイベントでした。このフェスティバルは国内外から多くの著名なヒックスホップアーティストが出演し、ラップ、ダンス、ビートボクシングなどヒックホップカルチャーの様々な要素を楽しむ場として知られています。 アックの69と仲間たちは、このフェスティバルの楽屋裏で楽しいひとときを過ごし、音楽仲間と交流を深めました。このようなフェスティバルは、アーティスト同士が交流し、新たなアイデアやプロジェクトを共有する場として非常に重要です。また、ファンにとっても、彼らのお気に入りのアーティストが同じステージで共演する瞬間は、喜びと興奮にあふれるものでしょう。 ファンの熱烈なサポート。アックの69と彼の仲間たちのショットに寄せられたファンのコメントからは、彼らが日本国内外で多くの支持を受けていることが伺えます。音楽ファンはアーティストとの交流や友情に感動し、その瞬間を共有することで彼らを応援しています。 特に SNS を通じて、アーティストとファンのコミュニケーションは一層密接になり、ファンの声が直接アーティストに届きやすくなっています。このような瞬間は、ファンとアーティストとの絆を深め、音楽業界全体にポジティブな影響を与えています。アーティストたちの友情と協力。アックの69のインスタグラムで公開された平野仕様、神宮寺雄太。 リーハタとの豪華ショットは音楽界での友情と協力の証として輝いています。異なるジャンルやバックグラウンドを持つアーティストたちが音楽やダンスを通じて結びつき新たな可能性を切り開く姿は多くのファンに感動と希望を提供しています。 また、ヒッツホップフェスティバル、ザ・ホップは、ヒックホップカルチャーを愛する人々にとって、音楽と友情を共有し、新たなアーティスチックな体験を楽しむ場として非常に重要です。このようなイベントは、音楽界全体にとって新たな才能を発見し、コラボレーションの機会を提供し、ファンとアーティストとの絆を強化する役割を果たしています。 最後に、ファンのサポートがアーティストたちの活動に大きな影響を与えていることを強調したいです。ファンは、アーティストとの交流や音楽を通じて感動を共有し、その熱烈な支持が音楽業界をさらに魅力的なものにしています。このショットは、音楽と友情の力を唱えるものであり、アックの69、平野の仕神宮寺勇太。 リーハタの協力とファンの熱いサポートが音楽業界に新たな光をもたらしていることを示しています。彼らの未来のプロジェクトに期待し、音楽と友情がさらに素晴らしい瞬間を生み出してくれることを願っています。